皆様こんにちは。デザートナウのお時間です。今日は青森県の三富士リンゴですね、三富士を試食したいと思います。よろしくお願いします。それでは早速皮を剥いていきたいと思います。それでは剥いていきます。昔このリンゴの皮むきで切らずにどれだけ長くむけるか、そんな大会があったような記憶があります。今はむかずに先に切ってから皮をむくという、そういう方法が主流かもわかりませんね。あ、切れましたね。昔はもっとうまかったような気がしますけど、はい、何とか剥けました。ところどころ少し皮が残っておりますが、まあ綺麗に剥けた方だと思います。それではこれを塩水につけます。色が変わりますから。それでは切っていきたいと思います。お、しっかりしますね、身が。また塩水つけます。こんな感じです。綺麗です。切ります。はい、切りました。また塩水につけます。もう半分も切ります。また塩水つけます。
もう一つも塩水につけます。もう半分に切ってもいいですね。色が変わりますので、切っては塩水につけて、切っては塩水につけております。それではヘタを取っていきます。また塩水つけ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 ます。はい、綺麗に剥けました。では早速富士の試食をさせていただきます。非常に歯ごたえがあって甘酸っぱくて、続いてリンゴの酸味が上手にうまく効いていて、とても美味しいです。さすが富士です。美味しいです。非常に色も綺麗です。
今日は青森さんの三富士リンゴを剥いていただきました。大変リンゴの酸味と甘みと香りと大変バランスのいいリンゴです。今日もありがとうございました。またデザートナウをよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。